皆さんこんにちは。消費生活アドバイザー一次試験スピード合格講座全体構造消費者分野1回目の講義を始めます。レック講師の浅田健吾です。よろしくお願いいたします。はい、皆さんですね。アドバイザーの全体構造の授業の方早速始めたいと思います。60分しかないのでですね、えっ、ー、とパッパパッパとポイントを絞ってやっていきたいと思います。はい、よろしいでしょうかね。はい。 じゃあまずです、ね、試験概要の方だけ少し見ましょう。 え今回から試験がですね変わりましたでこれ公式ですねホームページとかに載っておりますので公式のねこちらの方絶対確認しておいてください載っておりますのでねこちらの方を確認しておいてくださいいいですかねはい試験のやり方変わりましたコンピューター試験になって試験日が増えておりますよろしいでしょうかねこれのは自分で一応念のため確認の方をしてもらっていいですかね自分でこちらの方を確認していただいてねよろしいでしょうかね自分でこちらの方を確認してください いいですかねあの時間があまりないので、えー、よろしいでしょうかねはいじゃあ、えー、これで試験概要の方の説明は終わりますご自身の方でも確認をしておいてくださいよろしいでしょうかねはいよろしいですか皆さん大丈夫ですかねじゃあ今からですね使うテキストの方こちらの方をご用意してください皆さん今から使うテキストですねこちらの方をご用意してくださいいいですか はいえー、この時間60分はこちらの公式テキスト1の方を使いますのでこちらの方をご覧にご準備の方をしてください。よろしいでしょうかね。公式テキスト1の,方の準備よろしいですかはいいいですかね、えー。基本的にはですねテキストを見ながら口頭で説明していきます。 引き逃したところは収録講義なので止めて聞いてメモをしてください。いいですかはい で手を動かさないとですね、えっ、ー、と眠たくなってます。ただ聞いているだけでは脳は働かないので皆さんですね、はい、僕が話すことをテキストにメモをしながら聞いていただければというふうに思います。はい、何分60分しかないのでテキストはすべてねお話しできないのでポイントを絞ってお伝えします。よろしいでしょうかね。はい、で初めにですねこの公式テキストなんですけれども1の方ですね。はい、よろしいでしょうかね皆さん目次の方こちらの方。 これ見てていいいいただくといいと思いますすが,が出ております、はい、で一応これですね、えー、発表があったんですけれども試験の概略で、えー、公式テキストは全てこれ試験の中にはですね試験範囲じゃないところもありますのでまた、えー、その授業が時間が来たらご説明しますのでね今回はすべて試験範囲ということになっておりますので、まあ、こちらの方、えー、よろしいでしょうかね皆さんすべてが試験範囲ということになります。はい じゃあ、えー、やっていきたいと思います時間がねもったいないんでねはい行きたいと思いますはいじゃあ、えー、テキストなんですけれどもまず見ていきましょうはい一緒に見ていきますご用意してますかねはい8ページ8ページになります8ページからごごやっていきたいと思います消費者問題とはというところですねで、あと皆さんですねやっぱり時間がないんでテキストの下にあるですねキーワード キーワードですね載っておりますね例えば8ページですと消費者問題とか消費者とか生活者とかね載ってますよねはい。こういう専門用語やわからない言葉はね、パソコンやなんかで検索して調べてみるといいと思います はい、そうするとね。調べることによって知識が定着するだけではなくて、周辺知識やね関連用語なんかもまあ、目,目を通すことができますのでね、えー、急げばまあ、あれじゃないですけれども、キーワードわからない言葉なんかがあったら調べていただけというのはいいと思いますね。全部ちょっと話せませんのでね。じゃあ見ていきたいと思います。はい、じゃあまずね。消費者問題というところをちょっと見ていただきたいんで、まず8ページいいですかね？かっこ1。 わかりますか？8ページテキストの括弧コありますね。その下から5行目、はい。もしわからない人は止めてみてくださいね。下から5行目ですね。はい、1、2、3、4、5行目ですね。下からですね。はい、5行目ぐらいのところ見てください。6行目かな？はい。生活者は、はい、えー、労働生活消費、消費生活、家庭生活、地域社会さまざまな領域で生活しているため、それらに付随する問題は生活問題であると。 消費者問題は消費生活に関わる生活問題の一部であるとでこのため消費者者とととと生活者とは区別しておこうというこうういになっております例えばですね、えー、と少し具体的に話しますとゴミの出し方とかはですねこれね生活者の問題ということになるんですけれどもゴミの削減ですねこちらは消費者問題ということになってきます。 例えばまあイメージなんですけれども最近ね外国人が日本で暮らすことが多くなったんですけれどもそのゴミの出し方ですねについて問題になってくるとこれ消費者問題一方ですね例えば外国人の方で家をねあの借りる時にきにきあの 家賃とかね資金でトラブルになったりする場合が消費者問題あとゴミの削減なんかも消費者問題ということになりますのでねそこの辺のところがちょっと違いが出てくるということであくまでも消費者問題ですね。あのこれまた論文の対策のところでも申し上げるんですけれどもはいいいですかね消費者問題について書かないと駄目ですよね。あのー 生活問題について書いても、えー、試験としてはね論文やなんか点数出ませんのでねこれは担当やなんかでと、まあ、特に問題はないんですけど皆さんが勉強するのは生活者の問題ではなくて生活の問題なくて消費者問題だというところですねそういうところを勉強するというふうにまず覚えておいてください。はいじゃあ次行きましょう次11ページちょっと見ていきましょう11ページ教科書ねテキスト11ページはい括弧にはい、いいですか11ページ括弧に。 タイトルが大事です11ページ括弧にタイトルが大事です8つの権利と5つの責任というのがこれが書いてありますでこれは何かと言いますと消費者の8つの権利と5つの責任ということです消費者ですねはい。で責任はほぼ義務だと思っていただいて結構ですほぼ義務 ということですね。はい、いうところをま見ていただくということです。じゃあ、えー、テキストの方具体的に見ていきますと、はい左側ですね。はい、カッ二のところの二行目ですね。1962年にケネディ大統領が消費者の四つの権利 はい、いきなりケネディ大統領出てきましたけど、ケネディ大統領さんが消費者の権利が4つあるよということを申し上げております。まあ、この4つもですね、少し大事になってきます。ちょっと英語の部分まではいいんですけれどもね。はい。でここで少しポイントになるのは安全である権利、知らされる権利、選択できる権利、意見が反映される権利っていうのがあるんですけれども、ないものがあります。消費者教育を受ける権利はこの中に入っていません。 ケネディ大統領のところでは消費者教育を受ける権利はないというところですねそこは少し注目するところですもう少し後になったら出てきますのでね、はい、よろしいでしょうかねまず8つの権利ということになります。はい、いいですかね はい、じゃあ次のページ行ききまましょうどどんどん行きます、はい、じゃあ今言ったですね消費者の8つの権利と5つの責任については12ページの図表1の2のところに書いてありますのでねこの後りのところはしっかりと覚えていただくとでどちらが大事かと言いますともちろんですね権利の方が大事です権利の方ですね8つありますんでね。で米印が、えー、とケネディ大統領の消費者の権利だということになりますよね。 はい、よろしいですかね12ページ図表1の2これもとても大事になってきますということですね。はい、でこちらの方ですねその下見ていただきたいんですけど12ページの左側ですね、はい、そのところの2行目見ていただければと思います。1975年にフォード大統領が第5の権利として消費者教育を受ける権利が入ったということになります。いいですね ここケネディじゃないですかねフォード大統領が消費者教育を受ける権利を言ったということも覚えておいてくださいいいですかねで、その上の図書を1-2にも整理していただくということですねそのフォード大統領が2行目そこから3-4ですねはい、フォード大統領から1行2行下がって CI と出てきますこれ CI というのは 国際的な消費者機関になりまして国際消費者機構といいますねはい、英語も書いてありますね CICI といいますけれどもコンシューマーインターナショナルということですねここが8つの権利と5つの責任ということを言ったということになっておりますはいよろし、よろしいでしょうかねはい、じゃあ次もね、どんどん見ていきたいと思います はい、でえ12ページですね。はい、えー、同じくですね。左側あごめんなさい。右側ですね。右側右側になります。12ページ右側にあるえ、5つの権利、えー、ごめんなさい。5つの義務ですね。5つの責任、こちらの方も軽く見ておくと権利があればその反対の責任義務なんかもあるよということになります。はい、よろしいでしょうかね。はいで12ページ。 はい、上の方を見ていただいて上から3行目ですね、はい、12ページ右側よろしいでしょうか12ページね12ページ右側上から3行目、はい、ここちょっと大事ですいいですか12ページ右側上から123行目2004年ってないですかわからない方はちょっと止めていただくということが大事です。はい、2004年の消費者基本法で、まあ まだそこまでやってませんがそういう法律で消費者の権利が明記されたと日本で法律上消費者の権利が明記されたのは2004年です。 まあ私の印象からするとちょっと最近というイメージですね若い人からすると2004年ってもうね今からね17年ぐらい前のお話になるんでもうだいぶ前というイメージあると思うんですが、まあ、私に言っては2000年代になってやっと法律で消費者の権利というのが明記されたということになります、はい、ここに書いてあるですね。12ページ右側半括弧1から6真ん中ぐらいの文章で書いてあるところですねこれもともとても大事ですね よろしいでしょうかね消費者の権利というのはこの試験でもよく聞かれておりますのでねで、2004年に明記されたということになりますはいよろしいでしょうかはい。じゃあ次行きたいと思いますで、どんどん行きますねじゃあ次はですねはい、15ページですね15ページこれページ番号がないんですけど第2章の部分になります第2章の部分ですねページ番号がないんですけど10章は第 はい、この部分でですねね、はい、よろしいでしいょうか、ね、15, 章15ページ第12章ね昔からまあいろんな消費者問題があるんだなということが分かっていただければいいかなというふうに思います。ここは少し、ね、時間の関係で割愛させていただきますけれども皆さんは自分で、ね、見ていただければいいと思いますね。はい、よろしいでしょうかね。はい、じゃあ、えー、見ていきましょう。 ここのところは少し飛ばさせていただいて、ご自身の方で見てください。はい、じゃあ、次ですね、34ページ、よろしいでしょうか、34ページですね、はい、このアメリカの消費者問題とそれをめぐる動きというところが出てきております。34ページのところになりますねで 基本的にはこちらの方ですね。アメリカのお話なので、ここもですね。先ほどというように一読していただく感じで、次消費者教育の方に行きたいと思います。これは41ページですかね。はい、消費者教育ですね。41ページはい、ここですね。消費者教育ですね。はい、こちらの方を少し。出してください。はい。消費者の教育。 が大事だということになりますねフォードさんが消費者教育を受ける権利を申し上げましたんでねじゃあ見ていきたいと思いますじゃあここもちょっとポイントで取り上げます42ページお開きください42ページね、はい、それのですね丸 ② 右側になります右側ですね右側丸 ② というところですいいですかね右側の丸 ② というところですねはい。消費者教育の定義については2012年に制定された はい、消費者教育推進法これ大事ですね消費者教育をどん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 進めていこうねというふうに法律上書かれたのがこの2012年とといいいうことになりますいいですでかね日本で消費者教育がこれが法的にきちんと整備されたのは最近2012年ですねさすがに2012年であれば最近というようなイメージですよね。そちらの方をしっかりと 押さえてください。その中で消費者教育という概念が入ってきました。入ってきました。それとですね。このところで少しですね。分かりにくい語句がございますえ、42ページのキーワードにも書いてあるんですけれども、下のね。グリーンの字で書いてあるキーワードですね。消費者市民社会という言葉があります。消費者市民社会という言葉があります。はい、これについて少し見ていきます。 消費者市民社会という言葉ですねこれについて少し見ていきます42ページ下から1、2、3、4、5行目、えー、右側です右側下から5行目皆さん用意できてますか 探してててていいいる方は止止めめただだ、ね、ポーズボタンなんかで止めてくださいつまり消費者教育とは消費者が消費生活に関するトラブルから身を守り安全で豊かな消費生活を実現できるようになること消費者の自立を支援するだけではなくいいですか日頃からです、ね、消費者トラブルに遭わないように、ね、するそのことを支援するだけではなくって言ってます。 だから例えばですね近くで隣の町でですね消費者の被害がたくさん出ているからそういうことを合わないように気をつけてねという形でサポートとかね例えばそういう講座をですね気をつけてねとかねそういうのをやるだけではなく下から2行とても大事ですはい42ページ下から2行。 自分の消費行動が他のものや社会や環境に与える影響を自覚して持続可能な社会のために積極的に行動するような社会これが消費生活社会ですね、はい、で消,あ消費市民社会ですね。ここういうういいいいのも教育してかかないかいということですつまり消費者教育の中には消費者市民社会の育成ということも入ってくるわけですねいいですかね。 だから消費者教育推進法の中でなぜ、ね、消費者市民社会というキーワードが入っているのかと申しますとこれは消費者市民社会というものについてもこれをですね、はい、構築するための教育これも消費者教育に入ってきているからということになります。いいいですかねでちょっとこの、ね、この言葉自体は難しい ですけれども、まあ消費者市民社会を構築するための教育こそが、まさに消費者教育の中心であるということを、この法律が言っているということです。はい、いいですかね。じゃあ、えー、もうちょっと見ていきたいと思います。じゃあ、消費者教育ですね。これテキストのページから言うと、少し先にですね。日本のお話をしたんですけれども。いつから始まったんだということも少し申し上げます。いつから消費者教育が始まったんだ。これ世界的に見るとですね。やはり、まずですね。消費者教育。はい。 消費大国資本主義の最先端の国アメリカですねアメリカの方で消費者教育の必要性というのが言われたというふうになっておりますこれ43ページいいですかテキスト43ページのはい左側43ページ左側下から1234567 9行目です。ね下から行目ですアメリカでは当時、はい、コンシュマリズムの方がともに消費,者消費者教育の必要性が提唱され1924年具体的に細かい数字まではいいんですけれども1900年代の最初の方にすでにハラップさんという方が消費者教育の重要性を訴えたということです。 この試験、ね、結構ハラップさん名前出てきますのでハラップさんから始まったというふうに思っていただければ結構です。消費者教育についてはどういうことをやらなきゃいけないのかというとですね、はい、テキストいいですか皆様46ページ47ページテキストの46ページ47ページを少し開いてくださいテキストの46ページ47ページ、ね、細かい字はいっぱい書いてあるところです。 皆さんもご自身でテキストの方をご用意しておりますので、ねえー、画面を見るのではなくてテキストを見てください私の顔とか、ねえー、見てても意味がないですからテキストをしっかり見ていただければ結構です。はいいいですこちらの方をですね、ちょっと見ていただくと細かいところまではともかくまずです、ね、消費者教育っていうのはです、ね、体系的にやらなきゃいけないんだっていうのはこれが分かると思います。 わかかりますかね横に見ていただくとこれ何かというとですね、はい、ライフステージに分けけているわけですね幼児期から始まりまして成人の特に高齢者というところまでライフステージに分けてやるということです。まあ、言われてみれば当たり前ですよねあの高校生と高齢者では消費者教育の中身が違いますからね。 これが横ですねで縦に書いてあるですね46ページ縦に書いてあるのはまあ要するに科目ですね重要領域ですから科目だと思っていただければ結構です。でこの中で一つですね皆様ですね注目していただきたいのは、はい、幼児期から消費者教育つまり小学校入学前から消費者教育が必要なんだというところを少しね頭の片隅に入れておいていただければと思います。 なんとなく中学生からとかじゃなくてですね高校生からとかではなくてですねもう幼児期から必要だということですねで、高齢者の方が必要なのはなんとなくわかりますかね高齢者の消費者被害というのが非常に多いものですからそういうところやなんかが入ってくるということになりますはいよろしいでしょうか